皆さん、こんにちは。ワナルグルビッチです。では、今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、やっていきたいと思います。今回のベリーハードチャレンジは、ティアンム提督、宇宙艦隊指揮官のシナリオを使っていきたいと思います。今回の、このベリーハードチャレンジではですね、シロッコ、これを歴史介入させていきたいと思います。題して、木星に行かなかった男、シロッコと。いうところで始めていきましょう。では早速キャラクター選択からいきます。ベリーハードです。シロッコがどこにいるかというとですね、シロッコはここにいます。ただ、このままメッサーラとかね、ジオを介入させると、前回プレイしたマフティをニューガンダムに乗せて歴史介入させた時のように中盤以降ヌルゲー化する可能性があるので、ここはあくまでもベリーハードの難易度を存分に味わいたいということで、キャラクターだけの歴史介入させます。で、同じく木星に行かなかった男つながりとしてですね、ジュド、ルール化を歴史介入させていきましょう。ご覧の3名をユニットなし、パイロットのみで歴史介入です。では、シナリオもね、オープニング見ていきたいと思います。シロッコは一年戦争には全く登場しなかったわけなんですけども、ゼータガンダムアニメ版では大尉として、そして映画版3部作では大佐として登場していたと思います。ということは、当然一年戦争の時もですね、もう軍に所属はしていたと思います。木星に行ってたんですかね。なので、今回はこの一年戦争に介入させたということで、木星に行くのを拒否したというところでしょうか。そのシロッコを使ってベリーハードチャレンジになります。第2、第3、第11、第13艦隊より油田。全艦隊、配置を完了しました。了解した。ソーラーシステムはどうなっておる？すでに就航ミラーの展開を開始しています。照射時刻までに準備は完了です。準備は整ったようだ。作戦開始だ。全軍に作戦の開始を通達する。回線を開きます。これより我が軍は宇宙要塞ソロモンの攻略を開始する。本作戦はジオン本土攻略の布石となる重要な作戦である。我々の勝利が連邦軍全体の勝利へとつながるのだ。連邦の未来は諸君らの双肩にかかっている。各員の健闘を祈る。はい、ではオープニング見ていただきました。早速ゲームの方スタートしていきます。さて、舞台の方ですが、すでにソロモン周辺に展開したこの状態からスタートになります。で、ティアンム提督のシナリオになっていますので、操作できるのはティアンム提督の舞台のみになります。で、こちらにいる、例えばこのホワイトベースなんかはですね、自分で操作するには命令ポイントを使う必要があるというのが一つポイントになりますね。早速命令していきましょう。これ、ホワイトベース変なところに入られても困るので、この画面の左下から入ってもらいます。同じくワッケインの舞台なんかも、これ、もったいないかなというのはあるんですけど、変なところから入るとですね、あっという間に壊滅してしまって、それこそもったいないので、ここはですね、移動ポイント、命令ポイントを使ってでもまとまって入ってもらいます。これで、ね、塊として入っていきますからね。では、ティアンム部隊の陣容確認していきます。まずシロッコはここに乗ってもらいました。レベル7でこの能力ですね、天才シロッコ。そしてヤザンはここです。ヤザンはね、もともといるものになりますね。介入させたヤザンではないです。ジム指揮官機に乗ってもらってます。そして、ジュドウはここです。ジムライトアーマーに乗ってます。あとはですね、バーニング隊の部隊なんかもここにいたりしますね。さあ、では、これで始めていきましょう。まず、初っ端、一番最初ですね、できるだけ多くの部隊に入ってもらいたいので、うまくね、
頭を使っていきましょう。まずここですね、白っ子の部隊ですけども、普通に発進して出撃します。で、空いたところにこのバニング隊の部隊をね、そのまま乗せ替えて侵入してもらいましょう。こんな感じですね。これでちょっとでも多くね、1ターン目で部隊が入れるという運も黒みになります。ここもヤザンだけでももう入ってもらいましょう。で、ここも樹洞を入れたいよな、1ターン目でね。ジムキャノンも入れたいけど、まあ、ジムキャノンは次のターンに言い回しましょう。代わりに樹洞を入れます。で、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、これジムをですね、バズーカ仕様に変えたりすることがちょっとできないんですよね。なので、ビグザムが出てきたときに、まあ、アムロをうまくですね、本当にうまく使って、撃破をね、ちょっと考えていく必要があるなっていうのは、頭に入れておきたいと思います。では、このまま、第1ターン目。ソロモンに侵入した部隊から攻撃を仕掛けていきましょう。では部隊62部隊侵入しています。見ていきましょう。これよりソロモン攻撃を開始する。パブリックのビームかくらん膜を展開し、防衛網を展開せよ。ソーラシステム照射時刻まで持ちこたえることができれば我が軍の勝利だ。まあ、このソーラーシステム実は全く使い物にならないので、あまり当てにせずにいきます。ではまずディアンムの部隊から発進していきます。バーニング隊の部隊ですね。まあ、本当に1ターン目でね、どこまで深く侵入できるかっていうので、だいぶ攻略の難易度も変わってこようかというところなので、しっかり進んでいきましょう。ホワイトベース隊ワッキーの部隊は画面の右下から入ってもらってます。まずは普通に進んでもらいましょう。一度入ってもらえば安心ですからね。これコンピューター任せに侵入させるとですね、適当なところからバラバラに入ってきて格好撃破されてしまうので、先ほどご説明した通りもったいないんですけども、いきなり最初に命令ポイントを使わせてもらっています。塊で入った方がやっぱり、火力出ますからね。隊列ですけども、白っ子一番前にして白っ子をやられてしまうと大ダメージになるので、白っ子は3列目に入れます。これでも大丈夫だとは思います。白っ子が撃破されるのだけは絶対に避けようという、そういう陣容ですね。ではここでドズル艦隊といよいよ交戦状態に入ります。ある程度損害は出ると思うんですけど、序盤でね、できるだけ多くの敵部隊を撃破していきたいと思います。まずモビルスーツ隊、リックドーム隊が出ているようなので、これの撃破から入っていきましょうか。ここにはガトーらしき専用ゲルググの機影が見えますね。あとはここにはビグロがいるな。まあ、こういった強敵と相対するということになりそうです。では出撃です。ちょっと白っ子いきなりここに持ってくるの怖いけど、ちょっと思い切っていきましょうか。あとはジムスナイパーですね。まあ、せっかく連れてきてるパブリックなんかもうまく使って守りながら進んでいきましょう。
アムロは今ここにいます。できればアムロでね、ビグロやここにいるドロスなんかを撃破してくれるとありがたいかな。マールムーローも撃破されてしまうと、もうベリーハードソロモン攻略戦からつまずいてしまう可能性があるので、とはいえね、撃破されないようにだけは細心の注意を払っていきます。ここはガトーの前に相当持ってかれた。いきなりシロッコがやられた。いきなりシロッコがやられましたね。ベリーハードの洗礼をもろに受けた形になりましたけど、こうなるとじゃあ柔道王に頑張ってもらうか。木星に行けなかった男、行かなかった男と題して威勢よく始めたものの、いきなりシロッコがやられるというね。これはもう波乱も波乱、ドキドキするような展開になってきましたね。まあただまだ悲観するのは早くてですね、アムロがいる、アムロが頑張ってくれる、まあそういう状況だと思いますので、頑張っていきましょう。バーニングタイムもまだまだ頑張ってくれますからね。本当に、シロッコが撃破されてしまったという痛すぎる代償はあるものの、まだまだ頑張れる、やれる、まあそういうシチュエーションだと思いますので頑張っていきましょう。もうここからはですね、惜しまずにしっかりと命令ポイントを使っていきます。まずはこのガトをね、袋叩きにしていきましょう。そしてアムロでうまく敵を削っていく、まあそういうところになると思います。アムロを出して、ここにいるのがリクトムとビグロだと思うんですけどね、このビグロを撃破していきたいと思います。ここでまずはガトを撃破、あとはケリーレズナの乗ったビグロですね。これも早めにどうしても倒しておきたい敵ユニットにはなってくると思いますので、今度の標的はケリーレズナのビグロに定めてアムロを使っていきましょう。まあ、本当にアムロはね、強い強いユニットにはなってるので、使い方次第でこの難易度もぐっと変わってくるんじゃないかなと思いますので。さあ残っているのが、ここにいるのがカリウスが残ってますね。これもちょっと思い切ってもう撃破しにかかりましょう。ジュドウとヤザンのコンビですね。もうここはこれ以上やられるわけには本当にいかないっていうねところですからね。隊列的にはこんな感じでいきますか。で、ジムスナイパーカスタムも使います。もうアムロはね、ずっと命令使っていきます。基本的にはもうアムロ頼みになってしまったので、早くもシロッコが戦線離脱というね、ちょっと情けない、どうにも、申し訳ないプレイになってしまっているので、アムロ頼みのプレイですけど頑張っていきます。アムロがちょっと今のでだいぶ、ダメージ受けましたね。回復ポイントを確保してアムロは回復に走りましょう。アムロまでやられると本当にちょっとやり直しという選択肢を考えなければいけなくなるので、ここはアムロは一度回復に回します。報告します。グラナダ方面から敵の増援と思われる熱源反応の接近を確認しました。グラナダ、シリアからの増援だ。増援部隊が到着する前に決着をつけなくてはならない。はい、キシリアの増援部隊ですが、どこまで来ているかというと、どうでしょう、ここまで
来てそうですね。どうだろう、2ターン3ターン後ぐらいには入ってくる可能性ありますよね。ちょっと早めにここは攻略を急ぎましょう。では第2陣です。これも全部入れていきます。ちょっとね団子になってしまうとは思うんですけど、同じところから全部入れます。でアムロは先ほど話した通り一旦下げなければいけないし、シロッコはすでに撃破されてしまったので、まあ、頼みはアムロと柔道というこの2人ですね。さあこの混戦状態ですけど、どうだろう、まずはここにいるケリー・レズナーのビグロ、ドロス、この辺りを撃沈したいですよね。アムロもやばいので、アムロはどうだろう、一度下げましょう。このままここにいるとやられてしまう可能性があるので一度下げます。今度はブライドが一人で先行してる感があるので、このブライトがやられないように気をつけないといけないな。で、アムロはというと、もう1ターンぐらい回復させる必要があるけど、いずれにしてもこのホワイトベース前に出すぎてるので、一旦下がります。で、その他、舞台進行していきましょう。ちょっと回復もね、兼ねます。緊急連絡です。さあビグザムが出てきてしまいました。機体の形状から巨大モビルアーマーだと思われます。注意してください。さあビグザムどこに出たかですね。ここか、嫌なところにいるな。とりあえずアムロはほぼ回復できたので出しましょうか。あとはこのビグザムの河川上に入りたくないとはいえ、おそらく一発二発は撃ってくると思うんで、この直進上に入らないように気をつけましょう。ここに入るとおそらくですけどガツッと一発食らうんじゃないかなと思いますので、この河川上には入らないように気をつけます。セイラさんがビグザムに飛んでやられた。ここはスレッガーではなくてセイラさんというオチでしたね。アムロのガンダムでできればビグザムは仕留めたいですよね。ビグザムはもう間違いなく基地中心部に居座ると思いますので、まあ、ここねどうするかっていうところですけど、イベントではなく普通にビグザムがスレッガーをギギアするシーンを、まあ、結果的にご覧いただくことにはなりましたが、ではガンダムですね、動かしていきます。どうしよう、ここでもうビグザムに挑むかどうかですけど、ちょっと挑んでみましょうか。せっかくなんでビグザムに挑む。あとはジムキャノンで囲んでいきますか。ジムキャノンは一応ね実弾兵装キャノンを持ってるので、このキャノンが当たるかどうかというのはもちろんあるんですけども、ちょっとキャノンでね攻撃を当てていくっていう方に傾けてみます。さあ今回これだけビグザムに火力を集中してみました。まあ、ジムキャノンの砲撃にアムロの格闘がどう入ってビグザムをどれだけ削れるかですかね。ここですね。まあ、ドズルのエネルギー切れはもう期待できない状態になりましたので、拠点にいる以上ね、あとはどれだけ、まあ、格闘と支援砲撃でビグザムを追い詰められるかというところにねかかってきそうですね。だいたい3分の2ぐらいかな、今削ったと思います。
これを繰り返していって撃沈まで持っていきましょう。さあまず基地中心部敵ガラ空きになりました。これ取っちゃいましょう。こんなにありがたいことはない。基地中心部制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。でここにいるビグザムも風前の灯火になってますね。であればビグザムは本当だったら白っ子で撃破したかったんですけどね。受動で撃破しましょう。それにヤザンですね。この受動ヤザンで撃破していきます。では残っているね敵総統戦に入っていきましょう。なんか撤退する動きにも見えなくはないですけどね。撤退される前にちょっとでも多く回収しておきましょう。ここは最後は受動とヤザンでビグザム撃破です。では残りの敵相当してこのソロモン攻略戦終わらせていきましょう。報告します。ジオンの巨大モビルアーマーの撃破を確認しました。なお確実な情報ではありませんが、撃破した巨大モビルアーマーにはソロモン司令のドズル中将が登場していたようです。ドズル中将、敵とはいえ尊敬すべき軍人だと聞いている。この好機を逃すわけにはいかん。一気にソロモンを攻め落とす。一気に攻め落としましょう。敵は撤退していきましたね。もうモビルスーツはいませんので、このままこのソロモン攻略戦完了していきます。敵部隊の反応はありません。我が軍の勝利です。白っ子がいきなり撃破された以外は、予定通り順調に進んだと言えると思います。進出を阻み続けた難攻不落の要塞はついに陥落する。シオも覚悟し戦いに臨んだティアンヌ提督であったが、友軍の必死の奮戦と勝利の女神の気まぐれによって生きてソロモンの地に降り立つ行幸を得たのである。戦いは続く。ジオンを砕くその日まで。まあティアンモはね、アニメの中ではこのソロモン攻略戦で戦死してますけどね、うまく乗り切ることができました。指揮を任せて正解だったよ。いえ、この勝利は連邦軍の将兵すべてで勝ち取ったものです。私の手柄ではありません。君らしい答えだな。だが生き延びてくれてよかった。君には星一号作戦でも活躍してもらわねばならんからな。相変わらず人使いが荒い。ところで将軍、星は決まったのですか？ああ、決まった。だがオデッサ戦でのエルランの例もある。星のありかは作戦の直前まで私の胸にしまっておくつもりだ。わかりました。将軍の腹が決まっているなら私は従うだけです。では私の指揮する第一大隊は補給が終わり次第作戦を開始する。君の第二連合艦隊も再編成後作戦ポイントへと向かってくれ。了解しました。ご分を。はい、まずはソロモン攻略戦ご覧いただきました。次は作戦ポイントへの移動ということで、まあ、アーバーワクーとグラナダ、まあ、そのね、両方を攻め込めるような位置になりますけども、ここに集結してくださいということなので、そこへの集結を急ぎたいと思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。まずは白っ子が戦線に復帰してくれないと、今回のねプレイコンセプトである木星に行かなかった白っ子がなかなか、進んでいかないと思いますので、
シロッコの復帰も待ちたいと思います。